こんにちは、神田玉です。本日はマルユナイテッドアローズの3月の新作アイテムを使って春コーデを低身長のなっちゃんと一緒にご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。身長何センチですか？154センチです。あ、4センチだっけ？はい。3センチだったっけ？4です。間違えました、間違えました私が159で小柄さんなので今までお伝えできなかったところも見ていただけるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、コーディネートを紹介する前に1個お知らせがございます。なーに？3月10日から3月14日までの5日間ですね、札幌ファルコンにあるユナイテッドアローズさんにてマルポップアップが決定いたしました。ありがとうございます。私は土日で店舗に立ちますので、お近くの方、ぜひ、お近くの方いるんですかね、札幌。皆さんちょっとブーンって来たり、電車でガタンゴトーンで時間かかっちゃうかもしれないんですけれども、ぜひ遊びにいらしてください。では、コーディネートのご紹介。1個目のコーデは全く同じスカートのセットアップを着てみました。で、なっちゃんは全身黒で、私はもう一色のカーキグレーみたいなやつだったんで、足元白でくすみカラーなので明るさをプラスしてます。タイトなアイテムってすごく抵抗がある方もいると思うんですけど、袖の部分にこれボタンで締めることもできるんだけど、トレンド感と抜けを出したのと、ここに癖を持ってきてるから目線をずらすじゃないけど、こうのっぺーりしないで立体感を作ることでタイトなスカートも履けるような感じのアイテムだから、低身長さんは逆に大人っぽく着れるし、標準体型の人とかもグラマラスになりすぎずに着れるかなっていうセットアップです。で、このスカート一見タイトスカートで履きづらいんじゃないみたいな雰囲気が出てるんだけど、実はここの癖をつけたところの横っちょにね、スリットを入れてるから足さばきがめっちゃいい、可動域があるから大人っぽくなるだけじゃなくて、すごく実用的に着られるかなと思います。で、ちなみにセットアップ他にはトップスの場合ショート丈なんで、それを活かして華奢な方はこういう結構タイトめなものと合わせて、ちょっとこの辺気になるわっていう方はワイドめのもの合わせてアイラインか X ラインかでコーデを組んでもらったり、他にはなっちゃんはコクーンブルゾンに中は普通の無地の T シャツを合わせてでインしてもらって、やっぱ低身長さんは下半身の面積を大きく見せた方が目線が下に行くから、こう足が長く見やすいから、こうインしてもらってスカートを活かしてます。で、私はシャツをアウトして、ただシャツはちょっとくびれたやつでズルズルしすぎないところだけど、こうバックスタイルにポイント持ってきたりして、ちょっと上品な感じだけどゆるさを作る感じでバランスをとったコーデにしてみました。まあこんな感じで来ましたらなと思います。はい。丈がちょっと短めで袖がパフッとしたバルーンシャツを着てみました。低身長さんなっちゃんはやっぱ下半身の面積を大きく見せるっていうので、このコクーンボトムを履いてます。多分34サイズがぴったりなんだけど、サンプルが36しかなかったから36履いてもらってるんだけど、足元がね結構タプタプしちゃってます。足元タプタプさせても可愛いんだけど、まあ気になる人はスッキリのラインでお直ししてもらえたらいいかなと思います。で、足元にねボリュームを持ってきちゃうと低身長さんすごくねズーンって感じになるんで、試しに履いてもらいましょう。足元溜まってる中で重いシューズを持ってくると抜けがなくなっちゃう、要はスッキリと見える部分がなくなっちゃうから、まあこれはこれでおしゃれなモードな感じは出るけど、スタイルアップっていう部分では難しいので、今はパンプスでスッキリと足元してもらってます。で、私の方は中黒のボックス型のストーンっていうアイラインのワンピースに足元ローファーでボリュームを持たせつつ、
ずこのシャツを羽織のようにして前も開けて着てます。でこのシャツがパフッとボリュームがあってショート丈のものだから中をすっきりと見えるように今このワンピースを着て合わせました。でこのシャツ他にはこんな感じで、なっちゃんはシャツを前オープンしてボトムにボリュームを持たせました。ボトムのサイド部分に3つタック入れてるのでこんな感じでね、キャシャ見えしちゃうとかインした時に下半身ボリューム持たせたいよっていう時はこういう着こなしがおすすめ。ベルトでちょっとポイント縦ラインを作りつつキュッと締めることでショート丈のボリュームと下半身のボリュームを作りながらウエストで締めるっていうメリハリでコーデのバランスをとってます。で私は前全部締めてシャツとして着ながら下スカート合わせですね。で足元は白でちょっと抜いて春らしいカラーにしてみました。こんな感じで、まあ、青はなんか色合わせ迷ったなっていう時は茶系がおすすめです。黒はもちろんもう何にでも合うんだけど茶色も実はいろんなのと相性がいいので、あと茅の屋の出し的なあれば間違いないよっていうアイテムでございます。ここにボリュームのあるパンツを履いてみました。私はストライプのちょっとボックス型のシャツでズルズルで、なっちゃんはこのちょっと素材感が優しいちょっと柔らかいディテールのあるトップス同系色でボトムと合わせてインしてもらって、やっぱりここもインしてもらって下半身大きく見せてスッキリめでこなしてもらってます。まあ全体的にぼやけたカラーになるし、トップスがまあ長袖だけどちょっと薄めの素材なんで黒のアウターで締めてます。ちなみにシューズもねホワイト合わせで、このパンツ他にはなっちゃんはバックオープンの私もさっき着たシャツを背中肩抜いてシャツをゆるっと着てます。ダボパンに対してシャツでアウトして着ると結構着せられてる感が小柄な方って出やすいと思うので、ボタン止める位置をまず2つだけにしてここの隙間を作って縦のラインを強調しつつ、まあ、このシャツがオーバーサイズじゃなくて若干くびれたデザインのシャツなんで、こんな感じで背中抜いて着ちゃえばくびれを強調して着れる、ちょっとすっきりと見える感じで着れるのでこうやって合わせてもらいました。で足元は軽さを出した方が低身長さんバランス取りやすいので白いパンプスを合わせてもらってます。でワントーンにすればより大人っぽくなるから全体的にベージュホワイトトーンでまとめてもらった感じで、私の方はバックスタイルにポイントを置いてカットソー合わせですね。身長をそんな気にしなくていい方とか高身長さんとかはこうやってアウトして、まあ、お好みのトップスを自由に合わせてもらえたらなと思います。はい、バルーンスカートを履いてみました。なっちゃんは一番最初に出てきたセットアップのトップス、これが白もあるので白合わせてもらって、素材的にはカサ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 する2つの素材なんだけど、まあ、それを合わせて、でも足元をちょっととんがったパンプスで肌見せをすることで着ているものがカジュアルだから足元でちょっと上品にまとめた感じです。で私の方は白のバルーンスカートに中ちょっとディテールのあるカットソーにコクーンブルゾン合わせて足元白でまとめました。2人に共通してるのがボトムとシューズのカラーを合わせてるんですけど、ボトムとシューズの色を合わせると足が長く見える、こう足ここまでだよって見せるのが指先までこう続く感じで長く見せれる効果があるので、ここは低身長さんで下半身の面積大きく見せたいっていうのでもできるし、まあ、身長問わずこうやって合わせてもいい感じにまとまるし足長効果があるかなと思います。このスカートが結構ウエストがポイントでシルエット
ットは個性的なので、お互い無地合わせで結構シンプルに今は合わせてます。なんだけど他には低身長さん、ロゴトップス怖い方も多いと思いますが、ヘアメイクをね結構かっこよくした後、ロゴ T シャツ黒を選んで、まあ、上から下まで全身黒で合わせちゃえば意外と大人っぽく着れるので、これは一個、まあ、低身長さんだけじゃなくてね、ロゴ T を合わせたい時はとりあえず黒着とけっていう、まあ、黒か白着とけっていうのがロゴ T をかっこよく大人っぽく着る方法かなと思います。で、私自身は産後腰回り系周りがねちょっと気になるので、このバルスカートインしてねこうやってシャツ着てもいいんだけど、私はちょっとアウトして逆に着てみました。で、ちょっとシャツを背中の方で抜いてバックスタイルちょっとオープンにしながら、シャツがこうボックス型じゃなくてちょっとくびれているので、これを活用してちょっとスッキリ見えするように着たみたいな感じです。まあお腹周りね気になる方も、まあ、このバルーンスカートは斜めにこうぽっこりお腹がカバーできるようなディテールにはなってるんだけど、さらに気になる方は上からインせず覆ってしまう、アウトしちゃうのがいいかなと思います。春といえばちょっとざっくりとした長袖トップスかなと思ったので、2人でこう白黒でゆったりめのやつ着てみました。で、体型カバーしたい方はこのトップスの場合はここ横開いているので、こうゆったりめだけどゆるゆるにしても全然着膨れする感じはないので、ゆるゆるで合わせてもらって、まあ、なんかスカートとかタックデザインとか入っていればなんかお腹周りごまかせるかなみたいな感じで合わせてもらえればいいかなと思います。で、このトップス他にはこんな感じで、なっちゃんは今回はズルズルで合わせてます。っていうのもサイドが丸くくり抜かれているから、ここで高さが出せるのでズルズルにしてもバランスが取りやすいのと、スカートが、まあ、足さばきはいいやつなんだけど、シルエット的にはアイラインだからスッキリ見えさせてくれるので、ズルズルでもバランスが取れているのと、足の甲がしっかりとスカートで見えるので、足元黒持ってきても足の甲が見えてれば重くならないっていうコーデと、私はこれセットアップできちゃってるんだけど、セットアップだとちょっとコンサバティブなんだけど、足元でスニーカーで抜いてちょっとゆるく着てます。まあ、こんな感じでゆるっとしたトップスはいろんなものと合わせてみてください。というわけでコーデでも活用しておりましたマルーの3月の新作アイテムの詳細についてここからご紹介していきたいと思います。まずはこちらカットソーです。コーデでも何回か出てきたアイテムでインナーで使っていたんですけれども、前部分はここディティール、ちょっとねこう凹凸のあるデザインを入れて、手首周りふにゃっとする、あえてふにゃっとさせて、で腕周りにもここと同じラインをね入れたインナーにもなる、一枚着にもなるカットソーです。若干の透け具合があるのでカップ付きキャミで着るのがおすすめですね。で、生地も結構薄いんですけど、暑くなってきた時にこういうのが1枚あると便利だなっていうので、今回こうやってディティールにこだわったものを作りました。着心地としてはすごいフィットするんだけど、まあ、ゆったりとしたアイテムボトムの時にはインしてもらってもいいし、秋口とかアウターの下に着た時とかも程よくかさばらない、こうもたつかないっていうので、すごく着やすい1枚になっております。首元もね開いてるんだけど、ブラトップは見えないように広さは取ってあります。で、これが全部で4色展開ですね。ホワイト、ベージュ系、黒、そしてグリーン、4色で、次袖パフッとしたショート丈短めのシャツ、2023年のバルーンシャツですね。マルージュはこうコクーンシルエット、ちょっと丸いシルエットをポイントで作っていて、そういうパフッとしたアイテムも結構ブランドのシンボルとして作ってるんだけど、今回春夏ではこのシャツもうめちゃめちゃこだわりましたっていうのも、まあ、ショート丈っていうのはね、まあトレンドアイテムでもあるので取り入れたんだけど、袖のパフッとのここの縫い目っていうのはもう何度も何度もパターンナーさんと、私がね産休に入っている最中もずっともう一人デザイナーで入ってくれてる子がもう何度も何度も修正に修正を重ねて作ったもの、春夏ルックでもモデルさんが着用してくれてるんだけど、もうここのパフッと
さが何とも言えないものになっております。でこれは色味はベーシックなホワイトと、もうおしゃれな着こなしをぜひ楽しんでもらいたいっていうのでブルーの2色にしました。コーデ内でもこれをシャツとして着てるのもあったんだけど、もちろん羽織として使ってもショート丈なので身長問わずすごく使いやすいかなと思います。で次、バルーンスカート2023年バージョンでございます。バルーンスカート、マルーのデビューシーズンから作ってます。デビューシーズンでね、下っ腹ポッコリをあんま響かせないようにっていうので、そこからコクーンシルエットで丸いスカートっていうのでね、バルーンスカートマルーのシンボルアイテムとして作ってきましたが、2023年の春夏はウエストポコッとならないようにしたデザインのところを斜めにこうやって入れてます。なのでよりボディラインにね沿いながらもこうポッコリさを軽減してくれる、あんまり強調しないようなデザインになっております。今回このデザインを優先的に作ったのでポッケがついてないんですけれども、バルーンスカートの中で過去一お腹周りは気にならないようなデザインになっております。 A ラインスカートみたいな感覚で合わせていただけると幸いです。でルックでモデルさんは173センチで38サイズを着用してくれてるんですけど、まさに本当ルックを見てもらいたいんですけど、丈が短くなってもすごく可愛いシルエットに仕上げているので、この辺身長問わず楽しんでいただけるスカートとなっております。ぜひチェックしてみてください。で素材はあえてシワっぽいものを選んでます。なんでゴワゴワしてるわっていうのはあえてなので、このマルーではね張り感のある素材をいっぱい作ってきたんだけど、今回このスカートに関してはこのゴワついた素材にしているので、素材感でおしゃれ見え、でもシワは目立たないしっていうところを作りました。なのでこの素材感っていうのはまあ目新しいかなと思います。で次、コーデの最初で着ていたセットアップのまずトップスの方になります。これも短めの丈ですね。これもルックでモデルさん着用してくれてます。一見シンプルに見えるトップスなんだけど、まず丈感がね短めで今までにない合わせができるかなっていうのと、この袖口ボタンにしてます。好きなだけ開けて着てもらって大丈夫です。もちろん閉じて着てもらって大丈夫ですっていうやつです。で素材体感はさっきのバルーンスカートと一緒でちょっとごわついたところを作ってます。後ろジップで着脱できるんだけど、これあのセットアップの組み下スカートはこっちの白以外の2色で作りました。やっぱ白は透けてしまうのでこっちの2色で作りました。はい。でもこれトップスはなんかセットアップだけじゃなくて、全然あのコーデで紹介した通りデニムにも結構いろんな、スカートにもいろんなものに合わせやすいので、もちろんセットアップじゃなくてこれだけっていう活用はすごくできるかなと思います。で今のトップスのセットアップで着れるスカートですね。素材もねトップスと同様のちょっと若干ごわついた感じのものですね。ごわついたでいいのかそうものです。デザインなんだけど、ここにワンタック入れてます。見えないところにスリットを入れているので、さらっとタイトめなスカートに見えるんだけど、足さばきはめちゃめちゃいいってやつですね。まあマルーで展開しているアイテムの中でこれは結構あの着心地タイトだと思います。素材が伸びるものじゃないし、このお洋服だけじゃなくてだけど、ここがこうやって固定されているものなんでフィット感が強いんですよ。なんで通常のものよりは若干サイズ感は小さく感じる方多いかなと思います。で次、パフッとバルーンワイドパンツですね。2月に産後の体型を見添えて作ったワイドパンツがありまして、私の大のお気に入りなんだけど、それとシルエットは似てるんだけど、今回はハイウエストでその下にこのタックデザインをあえてこんだけ入れてバフッとさせたパンツです。結構
構ボリューミーなデザインながらもウエストのここの部分でキュッとタイトな着心地なので、ベルトしているような感覚で履けるボトムとなってます。で、素材感はすごい軽くてシワになりにくいんだけど滑らかなところを使っているので着心地がとってもいいものですね。黒もこんな感じで、これは結構デザイン性が強いパンツになっているので、まあトップスは無地が多い方とか非常におすすめ。もう無地Tとか合わせて、インしてもアウトしてもどっちでもいいです、合わせてさらっと着てもらうとこの腰回りにポイントができていいかなと。ウエスト部分の下にボリュームがあるからちょっと足の長さが気になる方とか、これ非常にスタイルアップしやすいかなと思います。ウエストの位置を高く見せながら太もも周りしっかりボリュームが出てくるので、ハイウエストなんだけど非常にバランス取りやすいかなと思います。で、次、袖部分が折り返しデザインになって、で、横のくり抜きが特徴的なトップス。この生地もね、細かい糸がふわーってチェックみたいな感じになってるんですよ。なんで素材感ですごく高級感あふれるトップスになってます。ベーシックに見えるんだけど素材の感じといい、まあ、ちょっとしたデザイン性で結構大人っぽく着れるアイテムですね。はい。で、このトップスすごくね上品なんだけど、これもシワになりにくいところです。やっぱマルーではシワになりにくいとかっていう素材選んでるんだけど、張りがあるんだけど清涼感ある素材を選んでいるので、なんとも言えない新しい感じで作っています。で、実はこれはこれから先4月に発売するセットアップがあるんですけど、ルックでも着てる後ろがクロスになったねセットアップがあるんだけど、これと同素材になってます。はい。で、今ちょっとご用意がないんだけど、このボトムの下、同じ素材で作られたこのパンツが4月に出るので、もしセットアップ着たいなっていう方は4月にこちらパンツ揃えてもらえるとまたコーデの幅が広がるかなっていうアイテムです。最後はベルト2型ご紹介です。どっちも本革を使っているので、私はこれを育てるベルトとして作りました。まず1個目はジャケットの上からでも留められるようなシンプルなバングルのベルトなんだけど、ちょっと長めに作ってます。なのでベルトを穴に通した後にくるっと一回転してもらって、こんな感じで垂らせるようにしました。で、このベルト自体が幅が太いと結構カジュアルな若い印象が強いなと思って、育てるベルトだから長く使ってほしいなって思ったんで、この幅をね何度も何度も調整して太すぎず細すぎずなところで作りました。綺麗めなスカートからジャケットからカジュアルなパンツまでこのベルトで使えるようにっていうので作りました。もちろんさっきみたいに垂らさずに後ろの方まで巻いてこんな感じで使うのでも全然 OK です。はい。で、もう一個、細い紐ベルトですね。これは私がもう20代の時に大変大変使いやすかったベルトがこの細ベルトであるんだけど、それをもうグワンと高級にしたものを作りました。ここにマルっておしんで作ってるんだけど、先端は黒の金具にして本革で作っているので、もうしっかりとしたベルトになってます。で、これは蝶々結びで使っても可愛いんだけれども、私だったらあえて一回くるんってした後蝶々結びをするかのように肩紐だけこうやって通してタラーンって垂らすのがいいなと思ってます。ちょっとこれまた別で紹介しますね。ね、なんか今回の新作でこの紐ベルトをこういう使い方っていうのがちょっとお見せできなかったので、来月以降の新作でこちらどんどん使っていきますので、マルーでこういうの出てたっていうのだけ頭に入れていただけますと、入れといていただけますと幸いでございます。というわけで以上が3月の新作アイテムになります。3月はポップアップ北海道のみとなります。
ますが、手に取ってご試着できるあのせっかくの機会なので、お時間ある方はぜひ私も店舗の方でお待ちしております。何か質問等あればマルーの公式インスタの方までお願いいたします。そうするとみんながあの目を通せるので、はい。今回から低身長のねなっちゃんがご協力してくれることになりましたが、やっぱ高身長さんもいてほしいなということで、今現在高身長さんはちょっと探し中なんですけれども、今後もっと分かりやすく発信できるように頑張りたいと思います。というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。